こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。細胞性免疫、液性免疫の話です。免疫には細胞性免疫と液性免疫があります。細胞性免疫は主に T 細胞が、液性免疫は抗体による免疫で B 細胞が担当します。 T も B も骨髄のリンパ系幹細胞で生まれますが、 T は胸腺で、B は肝臓や脾臓で処理され、それぞれの働きをするようになります。まず異物が体内に入ると、顆粒球や単球は異物を食べる過酸化物質で殺菌する、下水分解酵素で分解するなどして直接戦います。しかしこれらの細胞は数時間単位で役目を終えます。いわば病原菌との戦いの最前線の兵士と言えるでしょう。この時マクロファージは抗原となる物質を認識してヘルパー T 細胞に伝えます。するとヘルパー T 細胞は活性化して増え、インターロイキンを放出します。このインターロイキンは今度は液性免疫の主人公である B 細胞を活性化させて免疫グロブリンを作らせるようになるのです。このリンパ球は100日から300日の寿命で、長期戦を戦う部隊と言えるでしょう。このような働きをすることから、リンパ球の数や免疫グロブリンを調べることによって、それぞれの細胞性液性の免疫機能を知ることができるわけです。そして細胞性の最初の戦いで利用される活性酸素を速やかに処理すること、免疫グロブリンを枯渇させないためにはタンパク質をしっかり確保することが、免疫力をアップさせることにつながります。では本日の話はこれで終わります。